さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング、私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。ついに正式発表されましたね。もう日本ボクシング界の盛り上がりというか、ファンたちの興奮はとてつもないことになっているんじゃないですか。そう、今回のトークテーマはあの井岡一翔選手対田中康生選手の WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチについてです。このマッチアップはやばすぎますよ。まあ田中選手がスーパーフライ級に階級を上げた時点で WBO ランキングの1位にランクインしていたので、遅かれ早かれやる試合とは思っていましたが、コロナウイルスの影響で先行きが不安な中、なんと大晦日に激突することが決まるっていうのは、これは本当に試合を実現させてくれた関係者の方々、そして何より両選手に感謝の気持ちしかありません。当初この試合は今年の春か夏頃にやるのではという噂が立っていたと思いますが、やっぱり日本格闘技が最も盛り上がる日といえば大晦日じゃないですか。コロナで世界中の方々が辛い思いをした2020年、僕個人としてもボクシングファンとして本当にすごく辛かったですし、人生をかけて戦っているボクサーたちのことを思うと、とにかく辛くて言葉にできない悲しみやフラストレーションが溜まっていた時期もありました。ですが、こんな素晴らしい試合が大晦日に見られるんであれば、今までの辛い思いも吹っ飛ぶというか、日本人同士の上に世界4階級制覇チャンピオンと世界3階級制覇チャンピオン同士の試合ですよ。そんな試合が見ることができる日が来るなんて、僕がボクシングを見始めた頃からしたら想像することさえできなかったというか、20年前にそんなこと言っていたら売れない漫画や映画の子供じみた設定にしか聞こえなかったようなものでしたから、とにかくとんでもない試合ですよこれは。僕のチャンネルをご視聴してくださっている皆様であれば、今更両選手のプロフィールを事細かに振り返る必要はないと思いますが、とにかくこの2人の実績、どっちもえげつないですよ。王者の井岡選手は2009年にプロデビューをした後、輝かしい実績とともに2010年代から現在に至るまで日本ボクシング界を先頭に立って牽引してきたスーパースターですよね。田中選手に比べると6歳年上、プロデビューでも4年早いのでかなり先輩ですよね。ただこの両者共通点も非常に多いというか、二人ともアマチュア時代に輝かしい成績を残してプロ転向したことで、プロデビューの時からとても注目度の高かった選手、そして何より二人とも当時の日本ボクシング史上最速での世界王座獲得記録を塗り替えた選手でもあります。井岡選手はプロ転向後第7戦目、田中選手は第5戦目で世界王座を獲得していますね。そして二人とも当時の日本ボクシング史上最速での世界2階級制覇を成し遂げた選手でもあります。田中選手の場合は2階級制覇に関してはあの井上尚弥選手と並ぶタイ記録でもありますよね。そしてさらには二人とも当時の世界最速での世界3階級制覇を成し遂げた選手、こちらも田中選手の場合はあのロマチェンコと並ぶ最速タイ記録ですよね。井岡選手が打ち立てた世界タイトル獲得最速系の記録をまず井上選手が塗り替えて、さらにその記録を田中選手が塗り替えてきてるっていう感じですよね。まあ、その他にも井岡選手の場合は日本ボクシング史上初となる現役世界王者同士の世界統一戦をあの八重樫明選手と行ってきたり、最近で言えば日本人初となる4階級制覇を達成するなど、まあ、とにかく上げればキリがないほどの記録というのを打ち立て続けてくれていますよね。もう本当にこの二人はどれだけ記録を作るんだっていう話なわけですよ。井上尚弥選手も含め、こういう新たな記録を打ち立てて、自ら道を切り開き続けていく選手のメンタルって、もう想像つかないというか、幼少期にどんな教育を受けて、どんな生活を経て、どれだけ過酷なトレーニングを積んで、どれだけの壁を乗り越えて自分に打ち勝ち続けてきたんだろうっていう、尊敬は当然のことながらちょっと恐怖に近いような感覚も覚えますよね。で、田中選手は今回の試合で仮に勝利を収めれば4階級制覇を達成、
これまた当然のことながら世界最速記録です。現在の世界最速での4階級制覇達成はあのオスカー・デラホーヤ選手が持つプロ転向後第24戦目ですから、田中選手が仮に達成した場合の第16戦目っていうのがどれだけ異常な記録かわかりますよね。まあこういった実績や記録という意味では両者引けを取らないものを持っていますが、先輩である井岡選手の方がキャリアという意味では当然上ですよね。27戦のプロキャリアを誇り、戦績は27戦25勝 14KO2 敗、27戦のうち18戦が世界タイトルマッチで、世界タイトルマッチの戦績だけに絞ってみれば18戦16勝 9KO2 敗、この世界タイトルマッチでの勝利数16というのも日本ボクシング史上最多の記録なんですよね。でプロキャリアで2つの黒星を喫しているんですけど、この敗戦を喫した試合どちらもジャッジの意見が割れた非常に接戦。ちなみに1度目の敗北であるアムナット戦は僕個人の意見では完敗と言える内容でしたが、2度目の敗北であるドニー・ニエテスの試合は僕の個人的採点では井岡選手が勝利していました。田中選手の場合はプロキャリアで未だ無敗の15戦15勝 9KO 無敗で、15戦のうち世界タイトルマッチのみの戦績は9戦9勝 5KO。 この世界タイトル戦のキャリアだけで見れば井岡選手が田中選手のちょうど倍の経験を経てきているんですね。これだけのキャリアを積んできた先輩ボクサーの井岡選手は今回の田中選手をチャレンジャーに迎えた防衛戦に対して格の違いを見せつける、どんな展開になっても負ける気はしないと発言。非常に強気なコメントには聞こえますが、一切その挑発をするような素振りでもなく、心の底からそう思っているんだろうなと感じさせる余裕を見せていましたね。一方で田中選手も俺の方が強いと思う、文句のつけられない内容で KO 勝利を収めると、こちらもまた自信に満ち溢れたコメントを残してくれています。もうこういうのは最高ですよね。自分が積み上げてきた実績から生まれる根拠のある自信を感じる発言っていうのは、何を言っても嫌味がないというか、試合を盛り上げるためという建前を盾に使って根拠もなしに吠えたり噛みつく品のない挑発とは一線を画している魅力を感じます。まあ僕は下品な挑発やトラッシュトークも見てる分には割と好きなんですけどね。で世界4階級制覇を達成している日本人は井岡選手だけですし、当然4階級制覇チャンピオンと3階級制覇チャンピオンがやり合うっていうのは日本ボクシング史上初なんですけど、まあ、そもそも複数階級制覇王者同士の試合っていう時点で日本人同士では初めてですから、こういう歴史の新たな扉が開かれる瞬間を見られる幸せといったら、もう表現のしようがないくらい僕は興奮してますよ。もう現在これに勝る日本人対決っていうのはないですよね。文字通り最高の日本人対決が大晦日の夜に見られるなんて、もう本当にこの日だけでもいいから日本に帰りたいなんて無理な妄想をしている僕ですが、今回の動画でも個人的な見解から試合の勝敗予想をしていきたいと思います。まずチャンピオンの井岡選手の特徴ですが、ディフェンス技術がズバ抜けて高い。常に顎を引き腰を落として相手がパンチを打てるエリアを最小限に留めており、それプラス高いガード位置、ウィービング、スリッピング、スウェー、ディフェンスにおけるボクシングの基本的な技術が全てハイレベルな上、パンチの打ち終わりのケアというのも抜群にうまい。自分のパンチの打ち終わりに頭の位置や重心が一点に残ることがほとんどありませんよね。で相手の位置に合わせて非常に細やかなステップを前後左右に刻み、危険なパンチをもらわないで済む距離感をキープし続ける距離感のコントロールというのも超一級品。このディフェンス能力っていうのは世界中の全ボクサーたちの中でもトップクラスのものを持っていると思います。この田中選手よりも安定した井岡選手のディフェンス技術というのは、この試合において田中選手が攻略に最も苦労する点かと思います。安定したディフェンス技術と言いましたが、井岡選手のもう一つの特徴として挙げられるのがディフェンスも含めたその安定性の高さですよね。これは精神面での安定性もそうなんですけど、肉体的な部分での安定性が非常に高い。
パンチで体が流れることがほとんどない上に、とにかく自分のパンチがいつでも安定した状態で打てる体勢、そして相手のパンチにしっかりと対応ができる体勢というのをキープし続けるんですね。パンチを強振しすぎない冷静さというのも、この安定性を可能にしている井岡選手の類稀なるスキルだと思いますが、この自らの動きの中に守備一貫して高い安定性、そして正確性を維持し続けることが、ボクシングというスポーツにおいてどれだけ難しいことか。相手のスタイルによって試合展開や自らの戦法を変える必要がある上に、肉体に直接ダメージを与えていく競技性上、自分が負ったダメージによって思うように体が動かなくなるなんてことは大前提。12ラウンドという長い時間戦い続ける中でのスタミナ維持、相手のパンチに対する恐怖心や劣勢に立たされているかもしれないといった焦りから生まれる体のこわばり、とにかく自分の体を自分が考えているように動かし続けることが非常に難しいスポーツなんですね。それらを全て考慮した上で井岡選手の試合を見てみると、その正確性や安定性の高さ、そして冷静さというものにはゾッとするものがありますよ。井岡選手のこれといったアイコニックな得意パンチは何かと聞かれると少し迷いますが、というのも全てのパンチをモーションを最小限に留めた非常に綺麗なフォームで打つ選手なんですね。ただその中でも僕が特に魅力を感じるのはボディ打ち、ボディへのジャブと左のボディフックですね。そして非常に綺麗で隙のないモーションから打たれる右のショートストレート、早いラウンドで KO で試合を終わらせることがほとんどないことからもわかりますが、井岡選手っていうのはパンチ力で KO を量産するタイプの選手ではなく、長いラウンドを見越して戦う戦略家なんですね。で、その長いラウンドを見越した戦略の中で、じわじわと相手を削るあの美しいボディショットと、前に入ってきた相手の打ち気をくじく右ショートのカウンターは、井岡選手が得意とする非常に強力な武器だと思います。高いディフェンス技術を持つため、危険なパンチをクリーンにもらうことがほとんどない上に、打たれ強さというのも持っていると思います。特にスーパーフライ級に上げてからは体全体の力強さも感じますよね。このフィジカルの強さというのは、今回スーパーフライ級での試合が初となる田中選手と比べた時にどの程度作用してくるのかというのは非常に見ものだと思います。なんせ井岡選手はすでにスーパーフライ級で4試合行っていますから、しかもその内容もとても濃いっていう、衝撃の引退から復帰後のスーパーフライ級初戦では、あのカルロス・クアドラスにも勝っていたマック・ウィリアムズ・アローヨに判定ながらも圧勝、スーパーフライ級第2戦目ではパッキャオ・ドネアに次ぐフィリピンの英雄ドニー・ニエテスの世界タイトルマッチ、この試合敗れはしたものの互角の戦いを見せていましたよね。これは先ほども言った通り、僕の個人的な採点では井岡選手が勝利していた試合でもあります。そしてその後、井岡選手が黒星を喫したドニー・ニエテスと引き分けていたアストン・パリクテ相手に文句の言わせない完勝を収めて世界王者に、初防衛戦ではオリンピック2度の出場経験を持っていた元トップアマ、当時無敗の JBL シントロンに勝利。ちなみにこのシントロンはアマチュア時代に井上尚弥選手と WBSS の準決勝で戦ったイマニュエル・ロドリゲス選手にも勝っている選手でしたね。アマチュア出身の選手らしく非常にハイレベルなテクニカルファイターでしたが、井岡選手が完勝しましたよね。下の階級から上げてきて4階級制覇を達成している井岡選手ですが、もう今は完全にスーパーフライ級の選手に見えますよね。それに比べて今回がスーパーフライ級での初めての試合となる田中選手、このコロナ期間でどれだけの肉体改造をしてスーパーフライ級の体重にアジャストしてきているのか、これは非常に大きな見どころですよね。そんな田中選手の特徴といえば、なんと言ってもそのスピード。田中選手は先日行われた試合発表に合わせたリモート会見で、スピード、パワー、スタミナ、負けているものは何もないと言っていましたが、正直パワーとスタミナでは僕は井岡選手の方がわずかながら上だと思っています。単純なパワーといってもパンチ力、
あるいは体が密着した時の押し相撲になった際の足腰の強さ、相手のパンチを受けた時に体が流れることがない体幹の強さなど様々ありますし、それはスタミナも一緒で、単純にマラソンが速いとか走り続けられる時間の長さが長いといった単純な心肺機能はもちろんのこと、ことボクシングにおいてのスタミナっていかに自分のしたい戦い方ができるかというのも、自分がしたい動き、戦い方ができている時って疲れにくいんですよね。そういう意味での自分がしたい動きを徹底するための精神力や冷静さもスタミナに大きく関わってきますし、ラウンドごとにどれくらいパンチを打ってどれくらい足を使うのかといったスタミナ配分というのもスタミナという言葉の中に含まれていると僕は考えています。そういった要素をそれぞれ全て考慮した上で、僕はスーパーフライ級のボクサーとしてパワーとスタミナでは井岡選手に分があると思っています。そもそもまだスーパーフライ級のボクサーとしての田中康生選手は見たことがないですから、確かなことは言えませんが、とはいえスピード部門で比べれば、パンチスピード、フットワークのステップスピード、反応速度など、ほぼ全てのスピード的要素で田中選手が上だと思います。田中選手としては彼の強みであるそのスピードを生かした戦い方をどれだけ徹底してできるのかというのが勝利の鍵だと思います。井岡選手は相手のスタイルに付き合うことなく、自らがやりたいことを守備一貫して高い安定性で遂行し続けるタイプ。それに比べて田中選手は試合によって少しムラがあるというか、相手の土俵に付き合ってしまうこともあるタイプなので、そこをどれだけ気をつけられるかというのは田中選手にとっては大きな鍵になりますよね。井岡選手はいつも通り高いディフェンス技術を駆使してパンチの被弾を最小限に抑えながら、ボディを中心に上下にパンチを打ち分け続け、スピードに勝る田中選手のスタミナを削ってくるような戦い方をしてくると思います。いわば長いラウンドを見越した後半勝負の作戦という感じですかね。それに対して田中選手は初回から速いフットワークを生かした激しい出入りと、パンチスピードを生かした速いストレート系のパンチコンビネーションを武器にしていくことが大切になってくると思います。ガードが固くディフェンスになかなか穴がない井岡選手にパンチを当てるには、様々なアングルからパンチを当てることも大切。単純にストレート系のパンチといっても、スタンダードなジャブやワンツーもあれば、少し体をかがめながら打つ下から突き上げるジャブやボディストレート、様々ありますから、常に相手のパンチに対して速いバックステップで距離を外せる状態を作りつつ、速射砲のようなパンチを様々な角度から打ち込み続ける田中選手の芸術的なボクシング、見てみたいですよね。井岡選手はどちらかというと攻防分離的なスタイルで、自分がパンチを打たないときは徹底してディフェンスモードになる選手。打てる隙があると見るやパンチを出し、スッと引いてまたディフェンスモード、そしてまたパンチを出してはディフェンスモードというのを繰り返す選手なので、パンチを打ってこない時の井岡選手にパンチを当てるっていうのは本当に至難の技だと思います。なので田中選手は井岡選手の入り際に合わせたカウンターも狙っていきたいですよね。井岡選手が入り際に打ってくるジャブをステップで外しつつ、パンチの引き際に合わせたストレート系のカウンター、あるいは顎を引いて低い体勢でボディジャブを打ってくることも多い井岡選手に対して、下から突き上げるアッパー系のパンチでカウンターを合わせられるかというのも僕が注目している部分です。そうは言っても、あの井岡選手相手にカウンターを当てられるチャンスなんてそう簡単に生まれるほど甘くないですよね。そこで田中選手はガードの上からでもいいので、とにかく手を出すこと、井岡選手よりも手数で勝るというのは簡単ではありませんが、田中選手が勝つためには本当に大切なことだと思います。自分がやりたいことを冷静に遂行し続けるのが得意な井岡選手にどれだけしたいことをさせないか。過去に井岡選手が完敗を喫したアムナットのような戦い方も井岡選手に勝つための戦法という意味では一つの答えではあると思いますが、正直アムナットの戦い方は田中選手と違いすぎてあまり参考になりません。田中選手のスタイルやその引き出しを考慮した上で、
田中選手が井岡選手にペースを握らせないためには、やはりあの出入りの速さを生かし、ガードの上からでも速いコンビネーションを叩き、打ち終わりには速いバックステップで安全圏に引くことで、田中選手の速いステップとハンドスピードに対応するためには、井岡選手はガードディフェンスに頼らざるを得ないと思います。で、ガードディフェンスがメインになるということは、相手のパンチを防御している時にパンチが出づらくなるということなので、田中選手の場合、速いコンビネーションを多用してコンスタントにパンチを打ち続けることで、井岡選手のガードを固めさせる時間帯を増やすことができれば、同時に井岡選手のパンチを打つ機会も減らすことにつながるわけですね。攻撃こそ最大の防御なりじゃないですけど、手を出すことで自らの危険な時間帯も同時に減らすようなイメージですね。いや、隙のない鉄壁のディフェンス力を持つ井岡選手と、稲妻のようなスピードから生まれる高い攻撃力を誇る田中選手の矛盾対決を制するのはどっちなんでしょうね。もう興奮しすぎて時間を忘れて話し続けてしまいそうなので、そろそろ、最終的な結論に入っていこうと思いますが、井岡選手はいつも通りペースを崩さず、スピードの速い田中選手に対してボディ攻撃を集め、田中選手の足の動きを鈍らせること、田中選手の足の動きが落ちてきた中盤以降、中距離あるいは近距離で足を止めた打ち合いが増えるような展開というのが、まさしく井岡選手が持っていきたい展開というか、相手のスピードやパワーにも慣れてきて疲れも溜まり始める後半ラウンドに中近距離での打ち合いになった際、勝敗を分けるのはやはりディフェンス力とパンチの正確性で、ディフェンス技術に勝るのは井岡選手だと思いますし、力まずに安定した体勢でパンチを振れる井岡選手は、パンチの正確性でもわずかに田中選手を上回っている気がします。なので、そういった展開に持っていけるかというのが井岡選手の勝利の鍵ですよね。で、田中選手としては出入りのスピードを生かして井岡選手が快適に感じる距離を一切キープさせない、もう極端な話、試合を通してジャブさえ当てさせないくらいの意識で、前後左右の動きの速さを生かすことがとにかく大切だと思います。そしてガードの上からでも常に速いパンチを出し続けて手数で勝ること、井岡選手が距離を詰めようと打ってくるジャブやボディジャブにカウンターを合わせられるかというのも大切なポイントですね。そして僕の勝敗予想の最終結論ですが、僕は田中選手のスピードがあれば井岡選手のやりたい展開を封じることができると思っています。田中選手にとって井岡選手は過去最強の相手だと思うので、本当に集中する必要がありますし、もちろん簡単な話ではありません。それこそ日本人対決にありがちな意地と意地がぶつかり合った打ち合い上等的な展開になってしまっては、田中選手にとっては非常に苦しい戦いになる可能性が高いと思います。僕個人としては、そういったその技術を度外視した意地のぶつかり合い系の展開というのは正直求めていないというか、とにかくそのお互いの良さ長所をフルに生かし合ったスーパーテクニカルファイトが見たいわけですよ。そしてそういう展開になった時に、僕は田中選手のスピードが勝敗を左右することになるのではと考えています。なので僕の勝敗予想は終盤、もう少し具体的に言うと9から11ラウンドくらいでの田中選手の TKO 勝利、10カウントを効かせて KO 勝利というよりは、井岡選手の陣営かレフェリーが試合を止める形ですね。まあ TKO も含めて、あの井岡選手が KO 負けするシーンっていうのは正直あまり想像がつきませんし、田中選手勝利を押すにしても判定決着が濃厚なんじゃないのかっていう意見も多いような気がしています。ただ僕は個人的に田中選手の大ファンなので、期待も込めた予想ということでご容赦いただければ幸いです。ただ先ほども言ったように、日本人対決にありがちな意地と意地のぶつかり合いの足を止めた打ち合いみたいなシーンが増えるような試合になると、僕は井岡選手の方が有利だとも思っています。なのでこの試合、田中選手のメンタルコントロールという部分も過去一大切な試合になるでしょうね。はぁ、もうどうなるのか本当に待ちきれない。この試合までの残り1ヶ月半は
僕にとっては本当にゆっくりに感じるんだろうなと思います。ボクシング界ではルーク・キャンベルがコロナにかかってしまってライアン・ガルシアとの試合が流れてしまったり、 WBC がクルーザー級とヘビー級の間に新たな階級を設立したりと、他にも興味深いニュースいくつかあるんですけど、この試合が楽しみすぎて今はもうこの試合のことしか考えられなくなっています。とにかくこの試合だけは本当にコロナで試合が流れるとかっていうことだけにはなりませんように、もう両陣営がとにかく健康で肉体的にも精神的にも最高の状態で試合を迎えられることを、それだけを僕は祈っています。そして僕が今一番気になっているのは日本国内のファンの方たちの声ですよ。この試合の勝敗予想っていうのは本当に綺麗に五分五分で意見が割れそうですよね。世界複数階級制覇王者同士の、しかも日本人同士の世界タイトルマッチ、両者の実績だけで言えば過去類を見ない次元のスーパーファイト。僕が勝手に最高のボクシング友達だと思っているこの動画の視聴者の方たちの意見、心の底から聞いてみたいです。なので皆さんの勝敗予想や意見などどしどしこの動画のコメント欄にて教えていただければ幸いです。それでは皆様の意見が聞けること心待ちにしながら、今回の放送はこの辺りで終わりにしていければなと思います。かなり長くなってしまいましたが、今回の放送もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次回の放送でお会いしましょう。